っぱ初めてなんで間違えると思います。失敗しましたけど。
53歳の4月から中学生になります。得意なことは、バレエと走ることです。趣味は、外で遊んだりすることです。とっても普段は元気なので、そういうところを皆さんに見せたいと思います。よろしくお願いします。しましたけど大丈夫です。
何でもやりたいよ。うん、分かんないからどんなものがあるの、何でも挑戦してみたい。例えば海で何？海だったらやっぱりマリンスポーツとかやりたいです。国語のテストの時間が大好きですね。特に国語のテストの中でも漢字を解いている時が一番、時々ど忘れして
ちょっと失敗しましたけど大丈夫ですか。楽器でしても、もうできることはできるんですけど、特技じゃなくて趣味ですね。やっぱり自信がないから全然趣味で、なんか私どこでも知らないんですよ。忘れちゃったんですけど、なんかあの悪いことをして、お母さんにお母さんとお父さんに怒られて、もうこんな怒られて、なんか自分的にはすごい泣くっていうよりも怒っちゃって、それでもうこんな家出てってやるって言って出てっちゃったんですよ。家の玄関からバッてドア開けて外に出たんです。その時マンションに住んでたんですけど、その5階で、それでその自分家から出て9階にある1階だけ行ったことのあるおばさんの家があって、知らないおばさんなんですけどね、そのおばさんのところに、なんかなぜかそのおばさん家のなんか生き方を覚えてて、それでそのおばさん家に階段を登って5階から9階まで行こうとしているところで、お母さんとお父さんにハサミ打ちされて捕まって、また家に帰ることになっちゃいました。もう家出の予定はないですね。もうあとは一人暮らしするっていうぐらい、まあちょっと失敗しましたけど、
嬉しいです。他の島にも行ってみたいなって思います。あ、本当に？はい。じゃあ他の島も渡ろうか。え、本当ですか？あ、何をやりますか？なんか、ね、面白い乗り物がね、はい。あ、そうなんですか？どんな乗り物？それは行ってからの。じゃあ楽しみにしてます。See you.
けど大丈夫です。
少し失敗したけど。自分で働いて、それでそのお金を銀行で下ろして、それで自分の買いたいものをコツコツ貯めながら買ってみたいですね。もうそれがずっと憧れてます、本当に。あと銀行に行って、その何ですか、機械あるじゃないですか、お金を下ろす、あそこで機械を操作するっていうのもまたいいですよね。なんか大人っていいなって、そういうとこは思いますね。あとは分かんないですけど、あとはちょっと大人って嫌だなって思うとこもちょっとあります。Touch me now. Let me know. 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 Let me
と失敗しましたけど大丈夫です。Thank you.
嬉しいです。生なんですか。地球の人間じゃない。地球の人間じゃない。違うんですか。我々は宇宙人だ。はい。それすごいいいかもしれない。変身しろ。来ないで自殺するよ。やめろよ。来ないでよ。やめろ。頼むよ。やめろよって言ってねえから。お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあフリータイムです。はい。買い物行きますか。何しますか。お金持ってないや。お金は多分マネージャーが持ってる。持ってるから。じゃあ行きます。お買い物。ショッピングモールに行きましょうか。やった。はい、じゃあ終わります。本当にお金持ってないんだ。嬉しいです。はい、I should have known better than to let you go alone. It's times like these can make it on my own. Wasted days and sleepless nights, and I can waitSpend my time waiting on your call. How can I tell you, baby, my back's against the wall. I need you by my side to tell me it's alright. Cause I don't think I can take it anymore. He's a slut.
失敗しましたけど、大丈夫です。だけど大丈夫。Let me be me all alone. You left the fire.
しいです。失敗しましたけど大丈夫です。普段は冷たいんだけど、なんかこうある時すごく優しい人とか、なんだろう、なんかいざという時にすごい優しくて頼れる人みたい。じゃあ、Forever young.
元気なので、そういうところを皆さんに見せたいと思います。よろしくお願いします。コンビやってる人みたいな。